ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然ですが、皆様は、進化、って知っていますか？霊夢はポケモン好きなのに、霊夢も進化して解説役になる様子が一向にないのはなぜなんだ？変なことを聞くわね。理由は簡単。私のような伝説のポケモンは進化しないからです。勝たないと経験値入らないからか？さて、自然界は弱肉強食。熾烈な生存競争が行われています。強い個体しか生き残れないので、大抵の場合は、強い個体同士が交なして、進化は強くなる方向に進みます。随分厳しい世界だ。では、自然界と全く逆の進化。攻撃性の低い、弱い個体同士を交配させて、進化を起こすと、その動物は最終的にどうなるのでしょうか？ほう、確かにどうなるんだ。というわけで今回は、家畜化実験、と題しまして、ソ連で行われた動物実験を解説していきます。マリサが、いや解説するのは確かい。では解説していこう。お願いします。1959年、ソ連シベリアのノボシビルスク州の研究所にて、今後40年以上にわたる、とある実験が開始されようとしていた。実験の目的は、動物の進化の観察。実験名は、家畜化実験。実験の指揮を取ったのは、遺伝学者の、ドミトリ・ベラーエフ博士だった。進化の観察、ってどういうこと？順に説明しよう。霊夢は、人間の最高のパートナーである、犬、が、どんな動物から進化したか知っているか？え、犬は犬でしょ。普通にサバンナかどこかに、野生の犬がいて、人間が飼い慣らしたんでしょ？いや違う。自然界に犬という動物は存在しないぜ。犬は、狼から人間が進化させた動物だ。え、もともと犬という動物がいて、それを飼い慣らしたんじゃないの？実は違うんだ。犬という種族は、人間が人工的に作り出した動物だ。マジ？確かに見た目は似てるけど、性格は劇的に変化してるわね。今回の実験の指揮を取ったベラーエフは、過去人間が狼を犬に進化させたように、その他の動物も家畜化できるのではないか、と考え、攻撃性の低い個体同士を掛け合わせ続けて、家畜化という進化を人為的に起こそうとした。まあ確かに人間に害をなす危険な動物とかを、おとなしく家畜化できるといいわよねー。でも一体どの動物を家畜化するの？順に説明しよう。まず断っておきたいのは、飼育と家畜化は違うということだ。飼育とは単に餌を与えて育てることだ。しかし家畜化は違う。家畜化とは交配を完全管理し、人間に都合がいいように、長い時間をかけて動物を種族ごと品種改良させる行為だ。例えば狩猟用動物として、狼から犬を生み出し、食用として、イノシシから豚を生み出している。確かに野生のイノシシは見たことあるけど、豚は見たことないわね。つまりは、豚は人間が作ったものだから野生には存在しないのね。でも、種族ごと作り変えてるってやばいわね。自分たちに都合がいい動物を人間が作ったってことでしょ。そうだ。さて、動物園を見てもわかるように人間は多くの動物を飼育している。しかし人間が家畜化できた動物は、人類史でも非常に数少ない。具体的には、犬など小型動物を除いた、大型の哺乳類で、家畜化できたものは14種。とりわけ、世界中で家畜化できたものは、わずか5種しかいない。羊、ヤギ、牛、豚、馬だ。人類史600万年で、5種って随分少ないわね。これには理由がある。家畜化できる動物には共通点があるからだ。すべての動物を無条件に家畜化できるわけではない。へぇ、一体どんなものなの？それは、餌の種類、速い成長速度、飼育下でも繁殖しやすい。穏やかな気性、パニックを起こさない、集団内で序列を作る。家畜化には、この6つの条件を満たす必要があるとされる。だから例えば、馬は家畜化できても、シマウマは家畜化に失敗している。シマウマは襲ってきたライオンを蹴り殺すほど気性が荒く、条件を満たさない。他にも狩猟のパートナー目的で、サバンナ最速のチーターを家畜化する試みも失敗している。チーターは飼育下では繁殖しない性質を持ち、失敗している。餌や成長速度はわかるけど、集団内で序列があると、なんで家畜化できるの？ヒエラルキーを持つ動物は、人間が管理することにより、人間をボスだと認識させることができるからだ。
なるほど。さて、家畜化の条件を満たす動物は、多いようで少ない。その中で、まだ家畜化されていない動物で、これら家畜化条件を満たす哺乳類が、まだ2種存在する。そのうちの1種が、今回の実験対象に選ばれた、キツネ、だ。厳密に言えばキツネは群れを作らないので、条件6の、序列性、を満たさないが、犬の語源であるという点で対象に選ばれた。残りのもう1種の方は、家畜化条件6つを完全に満たすが、選ばれなかった。その理由は、動画後半で紹介しよう。いよいよ実験開始ね。まず、ベアー F はキツネの集団を2つに分けた。その2つは全く同じ環境下で飼育されたが、ある1つの基準でグループが分かれている。第1グループは、人間に友好的な個体を選別して交配させた。具体的には、キツネが生後7ヶ月になり、ベアー F がキツネに触ろうとした時に、友好的に近づいてくる個体のみを選別した。一方、第2グループは、人間の反応に関係なく交配させた。友好的な個体同士で子供を作っていくとどうなるのかを実験しているのね。普通、動物は、地球の過酷な環境や天敵だったりの、自然の脅威、で進化するけど、この実験は、人間に友好的かどうか、という、選択圧、が動物を進化させるのかを実験しているのね。では実験開始だ。開始されてます。研究者たちが驚いたのは、キツネの性格だけを選択交配したのに、性格以外にも、いろいろ影響が生じたことだった。最初の変化は、キツネの外見に関するものだった。もともと、実験に使われたキツネは、黒と白のブチ模様の銀ギツネだった。しかし友好的なキツネのグループは、毛の色が徐々に赤茶色になっていった。8から10世代目には、垂れた耳と巻いた尻尾の個体が現れた。また、花面が小さくなり、歯が小さくなってきた。さらには、徐々にオスとメスの頭の骨格が似通ってきた。実験開始から20世代目には、見た目で友好的なキツネを簡単に見分けられるようになった。重要なのは、これら特徴を持つ個体を意図的に選んでいったわけではなく、友好的なキツネを選んで交配させていっただけなのに、これらの特徴はどんどん強く発現していった。なんか、見た目が徐々に犬に似てきてはね。というか、人間が可愛いと思うような外見になってきた。外見の次に変化したのは、繁殖頻度だった。通常、キツネは年に1回しか繁殖しないが、友好的なキツネは繁殖期が長くなり、繁殖周期が年に2回に増え、1年のうち、8ヶ月もの間繁殖可能になった個体もいた。さらに、友好的なキツネは性的に成熟するのが早く、一度に産む子の数が増えた。個体同士で、繁殖しやすくなったのね。また、実験過程で、友好的なキツネの体内ホルモンや脳内物質も変化した。12世代目で、ストレスホルモンと呼ばれるコルチコステロイドの濃度が、通常のキツネの2分の1になり、30世代目には分泌速度が、4分の1にまでゆっくりになった。ストレスを感じにくくなったのね。50世代目には、逆に、脳内のセロトニンと呼ばれる物質の濃度が通常の5倍になったと報告されている。セロトニンとは、捕食などの攻撃的な行為を抑制し、精神を安定させる神経伝達物質だ。またこの世代には、犬のように芸を披露する個体までが現れている。へぇ、随分攻撃性が減ったのね。なんか人間に友好的なキツネは、どんどん幸せに感じるようになってるわね。さて、重要なのはこれら特徴は、環境ではなく、遺伝疾患がもたらしたものであるということだ。選択交配していない第2グループには、これら特徴は見られなかったからだ。遺伝疾患？これは、家畜化症候群、と呼ばれる変異だ。動物の神経堤細胞の移動が遅くなり、肺のあちこちに散らばることで、皮膚や脳などの器官に特定の組織を生み出す。これにより、毛皮の変色や垂れた耳などの外見の変化が起こる。じゃあまとめると、家畜化されれば、外見が可愛くなって、オスメスの性差が小さくなって、多眼になって攻撃性が弱くなるのね。なんというか、どんどん飼いならされて自然界では生きていけなさそうね。そうだ。さて、この家畜化された動物の特徴を見て、驚いた研究者がいた。それはハーバード大学の、リチャード・ランガムという進化生物学者だった。どういう理由で驚いたの？家畜化された動物の特徴は、人の特徴そのものだったからだ。種明かしすると、家畜化条件を満たす哺乳類のもう一種は、人、なんだ。
言われてみると、人間って雑食だし穏やかだし、序列を作るわね。でも人間は誰にも家畜化されてないわよ。この実験の科学への大きな貢献は、人間に友好的かどうか、が種を変異させるほどの、進化の圧になり自然淘汰を引き起こすことを実証した点だ。したがって、家畜化の条件に適する動物は、人間が選別して交配させなくても、自分たちで家畜に進化することがある。これを、自己家畜化、という。自己家畜化？要は、自然界で人間に近づいていった個体と、そうでない個体では、人間に友好的な個体が生存に有利だったから、勝手に、種全体で人間にどんどん友好的になって、ついには家畜になっちゃったってこと？その通り。これの代表的な例が、犬、とされている。犬は人類史で初めて家畜化された動物であり、選択交配なんて高度な科学を、太古の人類が持っていたわけではない。しかし、狼の群れには明確な序列があり、最も弱い個体はほぼ餌にありつけない。そういった個体が当時狩猟採集をしていた人類にすり寄り、食べ残しにありついて定着し、ついには、意図せず家畜化したのではないかと言われている。犬が狩猟に役立ったのもラッキーだった。人間と共存できるからな。なるほど。もともと序列最下位の弱い狼を、餌を与えて生き残らせて、人間が意図せず、どんどん弱く友好的に進化させて、家畜化しちゃったってことね。さて、これと真反対の現象が、人にも起こったとランガムは考えている。人は集団生活をするようになってから、攻撃的な個体はもはや社会に邪魔になってきた。人間が友好的で平和主義なのは、脳の大きさや高度な社会性ではなく、攻撃的な個体が社会から淘汰され、他人に寛容な個体のみが交配していった結果だからだと考えた。つまりは、ジャイアンみたいな暴力的に強い個体を社会で排除していったから、残った人間はどんどん伸びたみたいになっていったってこと？そう言われると、人間って別に、育っていく環境で人に優しくなるわけじゃないわよねー。人間の赤ちゃん同士を一緒の部屋に入れても、殴り合いを始めることなんてないものね。明らかに人間は、遺伝的に攻撃性が低いわね。ではここで改めて、家畜化された狐の特徴と人間の特徴を比べてみよう。実際に人間は、祖先のエンジンと比べて、人の顔つきは優しく、性差は小さく、人間の繁殖期に周期はなく頻繁だ。似てる。人は最も進化した生物であることは疑いようがない。しかし進化の到達点が、自分で自分を家畜化することだったとは、不思議なものだ。というわけで解説はここまでだ。キツネの家畜化には成功したけど、知らないうちに人も家畜化して進化したとは驚きだわ。家畜化というと聞こえが悪いが、要は友好的で平和的になったということだな。つまりは遺伝的な性善説だな。悪人を全員処刑したんだから、残ってる人間が根っからの善人になったのではないか、という説だ。政治家、アドルフ・ヒトラーは言いました。平和は、権によってのみ、守られる、と。政治の最終目的は、戦争である、と考えていたヒトラーらしい演説だな。人は、優しいわけではありません。暴力的な個体を、優しい個体たちで処刑し、優しい個体のみが生き残り、進化していったわけです。処刑を残酷な集団暴力と考えるのであれば、現在の人が優しさを獲得した理由が暴力による自然淘汰であったとは、なんとも罪深い優しさであると言えるのかもな。ご視聴ありがとうございました。高評価もよろしく。